荒川大橋は東京都江戸川区の荒川及び中川に架かる首都高速7号小松川線の橋である。両国ジャンクションと京葉道路接続部を結ぶ首都高速7号小松川線は1967年1月26日に上下線、各二車線、全線高架で着工した。道路線の中間近くで荒川とその東側に 背割り堤を挟んで平行する中川を渡るが、双方を合わせて川幅は約650メートルである。経済性、思考性の他美観も考慮し、荒川とか部は島町60.4メートルプラス160メートルプラス60.4メートルのシャバリ橋、その前後は7連の高単純合成桁橋が採用された。中央分離帯上に主塔を設置した一面張りで、 ケーブルの仮設には当時新しい工法だったプレハブパラレルワイヤーストランド工法が取り入れられた。側景管は四歩工場で仮設し、中央景管は40トン釣りフローティングクレーンを使用して本体ケーブルを利用しながら張り出し工法で設置した。7号線の内隅田側から荒川にかけての区間は軟弱なシルト層が厚く分布し、 荒川との交差部付近では50メートルほどの体積がある。このため基礎には直径71センチメートルの交換グが使われたが、杭の鋼は上部構造の鋼を上回るほどであった。7号線は1971年3月21日に全線開通した。上り線右岸は江戸川区小松川2.3丁目の境、左岸は 道西小松川町となる。元橋東側に都心方向サービスの出入路である小松川出入り口が設けられ、今井街道、船堀街道と接続している。荒川と中川の間の包みには1987年9月9日に7号線の上を降下でまたぎこす首都高速中央環状線が開通した。 開通以来長らく相互の行き来はできなかったが、2019年12月1日に7号線、京葉道路方面と、中央環状線、堀切り JCT 方面を接続する、小松川 JCT が新設された。荒川を渡る、首都高速の橋には、元橋のほか5号池袋線の笹目橋、中央環状線の五色桜大橋、6号向島線の新荒川橋、 湾岸線の荒川湾岸橋がある。ありがとうございます。